Hello everyone! Welcome to 春夏チャンネル。皆さん、日本の春といえば桜を思い浮かべますよね。でも皆さんが見ている桜は本当に桜ですか？さて、ここで問題です。桜はどれでしょうか？皆さん、どれが桜かわかりましたか？え、全部一緒じゃない？って思った方もいらっしゃると思います。日本の春の花といえば思い浮かぶのは桜だと思うんですが、日本には春の花として桜、梅、桃の3種類があります。この3種類はバラ科に所属していて、どれもすごく似ているので見分けが難しいです。今日は皆さんに桜、梅、桃の3種類の違いと見分け方について説明していきますよ。それでは、Let's get started! 桜は国民に最も愛される日本の国花です。桜は3月の終わりから4月の頭にかけて咲きます。咲く期間はとても短く、1週間から2週間ほどです。桜が咲く期間は短いので、美しいものは永遠に続くものはないということの象徴として考えられています。日本人は桜や花火といった儚いものに美を見出します。桜の季節になると、家族、友人、同僚たちと集まって、満開の桜の木の下でお酒を飲んだり食べたりして共に楽しみます。梅。日本では梅は初旬の訪れを感じさせるおめでたい花です。梅は1月下旬から4月下旬にかけて咲きます。お正月に出す年賀状の絵柄にもよく使われています。梅という漢字は地名や人の名字などに使われることが多いです。桃。桃の花は魔除けや長寿のパワーがあると言われる花です。桃は3月上旬から4月下旬にかけて咲きます。女の子の健やかな成長を祈る3月3日のひな祭りを桃の節句とも呼びます。では次に見分け方について説明していきます。まずは花びらです。桜。花びらの先が割れてハートのようになっています。梅。花びらの先が丸いです。桃。花びらの先が尖っています。次は花と枝に注目していきましょう。桜、花びらについている緑色の軸が長いです。梅、軸がないです。桃、花びらについている軸が短いです。次に幹に注目していきましょう。桜、横縞模様で艶があります。梅、割れていてザラザラしています。桃、斑点模様があります。それぞれの花を見分けるときに、まずは花びらの形に注目してみてください。それでもわからなければ、花と枝、そして幹を見ると簡単に見分けることができると思います。それでは最初に皆さんに出したクエスチョンです。それぞれの花の名前がわかりますか？ Thinking time!
それでは正解です。皆さん正解しましたか？最初わからなかった人、ちゃんと正解できてますかね？この動画を通して桜、梅、桃の違いが分かってもらえるととっても嬉しいです。皆さんも春の季節に日本に来るとき、お花を見に行くと思います。メインは桜だと思うんですけど、その時にこれって本当に桜なのかな、実は梅だったんじゃないかなっていうので、花に注目してみて、ぜひ花の鑑賞を楽しんでいただければと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。 Twitter、Instagram フォローお願いします。 Subscribe、 いいねお願いします。それでは、See you on the next video! Bye bye!